はい、こんにちは、この子猫です。今回は、私が作成した読書家 AI ミニコネコの紹介と仕組みについてお話したいと思います。まあ、先日、LINE でお友達登録すれば使用可能な読書家 AI ミニコネコを公開しました。まあ、ミニコネコは、私の YouTube の本紹介動画の原稿をもとに自動で対話ができる、いわゆるチャットボット型の AI です。まあ、どんな感じか、早速見てみましょう。 まあこのように、例えば、本に関するおすすめを聞いたりすると、おすすめの本を教えてくれます。まあ、それに対して、さらに詳しく聞いていくと、さらに詳しく教えてくれる。というものですね。まあ、先ほどのおすすめ10冊は、私が以前 YouTube の動画でお話ししたベスト10と同じですし、まあ、100年の孤独の魅力についても、まあ、以前私が話した内容と似ているものになっています。まあ、私、そっくり。 とまではいきませんが、私の思考を反映した、ま,あ、まさにミニコネコという,ふうにふさわしい対話ができるようになっています。この読書家 AI ミニコネコ、仕組みはこんな風になっています。LINE においてユーザーの入力があると、それが読書家 AI ミニコネコに送られます。読書家 AI ミニコネコには、OpenAI 社の GPT3.5 Turbo という AI が搭載されています。 AI はユーザーの言葉を認識し別のフォルダに格納されている私の YouTube の本紹介動画の原稿のファイル名からユーザーの言葉に最も関連するものを検索していきます、まあ、例えばユーザーがおすすめの SF を教えてといえばおすすめの SF というタイトルのファイルを検索していきますそして検索したファイルの原稿を読み込みその内容に基づいた回答を生成し LINE に送信します おすすめの SF 内には私が以前動画で紹介した SF がいくつか格納されているのでそれを教えてくれるわけですね、まあ、以上が簡単な仕組みなのですがいくつか制約条件があります、まあ、現在の AI は一度の会話で大量の文章を読み込ませることができませんミニコネコが使っている AI は2000文字くらいが限界ですよって1つの会話には動画原稿をお,およそ1つ分しか読み込ませられないので 一度の会話で異なるジャンルの本を2、3冊同時に喋ることは難しいです。また、検索できる紹介動画の原稿の数にも限度があります。私の本紹介動画の原稿自体は1000近くあるのですが、ミニコネコに搭載されているのは150ほどです。あまりに多いと AI がユーザーの入力に合った動画原稿を探してくるのにも時間がかかるからです。 もし私が YouTube で紹介しているのにもかかわらずミニコネコが知らないというものがあればその紹介動画原稿が搭載されていない可能性が高いですその場合は言っていただければ私の方で動画原稿をミニコネコに格納しておきますもう一つの注意点はすべての AI に起きる可能性があるハルシネーションという現象です簡単に言うと AI が最もらしい嘘をつくことですミニコネコでも 著者を間違える。存在しない本を紹介する。という現象がたびたび起こります。ミニコネコには本紹介動画の中で触れられていない本については喋らせないようにしていますが、ミニコネコが本紹介動画では触れられていませんが、こういう本があると言ってきたときは、ハルシネーションが起きている可能性があるので注意してください。以上が読書家 AI ミニコネコの仕組みになります。 まあ何よりこのような AI を素人の私でも簡単に作れるような時代になったのがまあ本当にすごいですね。まあ、ぜひ皆さんも読書家やミニコネコと会話を楽しんだり、まあ、さらには自分なりの AI 作ってみたりして楽しんでみていただければと思います。と、このようにこのチャンネルでは毎日1回読書に関する動画を投稿していますので気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。